スイフトシュア92洋艦は、イギリス海軍の軽巡洋艦の艦級。一番艦マイノーターは完成と同時に、カナダ海軍の所属となり、オンタリオと解消したが、この級名から、マイノーター級と称されることもある。また改め、フィジー級とも称される。1936年に、ワシントン海軍軍縮条約が執行した後、イギリス海軍では、 同年に策定した、深海軍力標準によって、巡洋艦の大規模建造を再開した。同年度では、条約型のタウン級の系譜の最終発展型に、当たるエディンバラ級とともに、防空艦としての大同級が建造された。また、翌1937年度では、大同級の建造を継続するとともに、新設計のフィジー級の建造が開始されて、 防空巡洋艦と大型系巡洋艦の建造が進められていくことになった。しかし、第二次世界大戦が勃発すると、対戦線と大気雷戦の必要が切迫したことから、1940年度計画では巡洋艦の建造はすべて取り下げられた。続く1941年度で巡洋艦の建造が再開されることになったが、海軍当局は、 すでに大道級の追加建造は不要であると考えるようになっていた。当初は8インチ砲搭載の従巡洋艦7隻の建造が要望されていたが、後に8インチ砲搭載の従巡洋艦4隻と6インチ砲搭載の軽巡洋艦3隻に改定された。この軽巡洋艦として建造されたのが本級である。オンタリオ選手郎型で3、4インチの水線武装甲を持ち、 砲塔とその下部を4インチ以下の装甲で囲むという設計は戦艦機のイギリス巡洋艦に共通したものであった。本級でも基本設計はフィジー級をベースにしているがフィジー級前期型で過重並走のために安定性を損なった反省から6インチ砲塔3機を無理なく搭載できるように改定が加えられた。船体の幅は0.3メートル拡張され また航空偽装を廃止して格納庫が不要になったことで環境構造付近が簡素な形状となりクレーンの装備数も一気に減少した横メタセンター高さはフィジー級では3.5フィートであったものが船体の拡幅によって本級では44.25フィートとなった機関はフィジー級以降の構成が踏襲されたボイラーはアドミラルティ式三道艦4機で 蒸気正常は圧力 400LBF、インに温度化し250度とされた。蒸気タービンはパーソンズ式ギアードタービン4機で72500軸馬力を発揮した。なお本級では燃料搭載量が若干増加しており、20ノット巡航時の航続距離は5130回りから5550回りへと延長された。 マイノーターの原則に2機配置された1 0 2トル連装広角砲手法としては、50合計1 5 2トル砲を3、連装のマークサイ砲画と組み合わせて、艦首側に2機と、艦尾側に1機の計3機搭載した。同砲は、リアンダー級で採用されて以降、イギリス系巡洋艦の手法として連綿と搭載されてきた砲であった。なお、 イギリス海軍で収益を継続していたスイフト手話では後にタイガー級と同じ50口径 152mm 連装砲への換装が計画されたものの砲と新型レーダーの生産が遅れたために実現しなかった。対空兵器の強化も図られており45口径 10.2cm 広角砲は10問に増設された。 広角基銃としては39口径 40mm、広角基銃16門を搭載する設計とされており、また、オンタリオでは竣工直前に、ポンポン砲4機と56口径 40mm、単装基重4機が追加された。スイフトシュアでも70口径 20mm 基重22門が追加されており、こちらは後に56口径 40mm、 乾燥機銃13機に乾燥された。魚雷兵装としては、53.3センチメートル3連装魚雷発射管を片毛に1機ずつ、計2機装備した。ウィキメディアコモンズには、スーイフトシュア休憩準用艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。